報道するラジオ、今日の特集テーマはメディアが伝えないTPP の話です。今日はですね、 NPO 法人アジア太平洋資料センター事務局長の内田祥子さんとつながせていただきます。内田さん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。こんばんは、毎日新聞平野です。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。内田さんにはですね、去年も一度お話を伺いました。まあ、はい、TPP の交渉の現場に参加してこられたという内田さん、まあ、去年は3回ですかね、はい、TPP の交渉会合に、そうです ね国際 NGO の一員として参加なさって、はい、3月のシンガポール、5月のペルー、7月のマレーシアと、まあ忙しく動き回ってきた内田さんですけれども、はいはい、まあ、今回ね、このシンガポールの TPP 閣僚会合、結局合意には至りませんでしたけど、はい、これもうそもそものところから私いろいろわからないことだらけなんで、ぜひ教えていただきたいんですよ。はい。TPP の最終局面を迎えていると安倍総理は言ってはりますが、はい。最終局面いうことはもうすぐ、まとまる、最終合意に達するっていうことなのかと思いますがね。はい。この、じゃあ最終合意や妥結しましたって言ったときに、はい、そもそもどういう中身が実現していくのかというところから教えていただけませんか。はい、そうですね、最も大切なところだと思います。そこがよくわからんのですよ、中身。そうなんですよね。で、TPP というのはですね、貿易の交渉なわけですけども、はい、これは通常のその関税分野だけではなくて、いわゆるサービス分野ですね、医療とか金融とか保険とか、はい、教育だとか、大変その多岐にわたるサービスの自体を貿易の対象としてまして、はい、でその意味で私たち の朝起きてから寝るまでの時間、寝てる間も含めてですけども、生活のすべてに関わってくる話であるということなんですね。私たちすぐ物とか食べ物の話というふうに取りがちですけど、サービスも含まれますから、医療やら金融で保険、そうです ね、はい、教育なども、本当すべて24時間 TPP の影響を受けないものはないと思ったらいいぐらいにすごいことなんですか。はい、そうですね、全くその通りですね。すべてに関わってくる問題なんですね。でじゃあ何が問題かというとですね、はい、その今言ったすべての分野のものがですね、私たちの暮らしとか、それから仕事だとか、命ですね、そういったものに関わってくるものも含まれるわけですけども、はい、そうしたすべてがその市場の中に放り込まれると言ってもいいと思うんですが、うん、売り買いの対象となっていくと。いうことなんですね。仕事も暮らしも命もっておっしゃいました。すべてが、市場原理の中に放り込まれていくっていうのは具体的にどういうことなのかというのをね、いくつかの例を挙げて教えていただこうと思うんですけど、はいはいはい、まず、分かりやすいところで、牛肉、はいはい、ね、これ日本とアメリカの間ですごく揉めてるんでしょ。そうですね、はい、ね、これなんかは、いや、関税がなくなったら、アメリカの安いお肉が食べやすくなっていいじゃないかって思ってる方もいらっしゃると思うんですよ。そうですね。肉に限らず、はい、とにかく、マスメディア中心にですけど、うん、もういろんなものが安く買えて、ハッピーだねっていう、うん、言われ方がとてもされてますけれども、はい。はい、ちょっと考えなきゃいけないのは、じゃあ安ければそれ何でもいいのかっていうことなんですね。はい、で、日本に住んでるとあまり自覚できないんですが、日本の農業のレベルっていうのは非常に高いですし、それから食の安全基準というものも、それから残留農薬の基準なんかもですね、例えばアメリカなんかと比べればもうずっとその優れているわけですね。やっぱり農薬を使っている量も全然違うんですか。日本はやっぱりアメリカに比べてだいぶ少ないんですか。それは違いますね。それからその安全の基準なんかも高いですね、日本の方がね。はい、ですね。
で、まあ、それはそもそも日本人がなんでこんなに長生きするのかっていうことを考えても分かると思うんですけども、やっぱり安心安全な食べ物を食べてきたからなわけですね。はい、でアメリカの場合はその日本にと比べても比べ物にならないほどの広い面積 で大量の農薬を使って、まあ、大規模に、農産品を作っているわけなの で、はい、でしかもまあ遺伝子組み換え作物なんかを作ればなおさらコストがかからないわけですね。でしかもそれが関税ゼロで入ってくるということになれば、当然それはありえないという金額のほど安いわけですね。はあ、ただじゃあそういうただ安いというだけで、安全ではないかもしれない、そういう食べ物を食べていいんですかという問題なんですね。これねすごい安いお金で、はい、まあ、そうした海外の農産物が入ってきた時にですね、はい、お肉も入ってきた時に、はい、まあ、それはそれで安いものを欲しい人は食べたらいいやんかと。で、高くても国産のものが食べたい人はそれはそれでまた勝手にお金出したらいいやんかっていう人もいると思うんですよね。どうなんでしょう ね、 うね、はい、まあ、これはですね個人 の、 その生活のレベルの問題もありますけども、はい、うん、やっぱ国としての自給率の問題だと思うんですね。で自給率って低くてもいいと思いますか。いやいやそんな食料安保っていう言葉があるくらいですもん ね、 ただでさえ今ね40何パーセント低いと、そうですよね、言われてるのがさらに低くなるんですよね。ええ、で日本はもう先進国の中では飛び抜けて低いんですよね。で他 の、 アメリカにせよ、まあ、ヨーロッパの国々にせよですね、オーストラリアカナダにしても、うん、基本的には 100% にほぼ近い自給率を持っていて、でそれでも余るだけの作物を作れるので、うん、それを輸出しようという話で日本と全く立場が違うわけなんですね。はあ、つまり安い、まあ、お肉だとか農産物入ってきたら国内の日本の農家もやってないからやめたっていうことになって、うん、ますます食料自給率落ちていくっていう恐れがあるわけですか。はい、これはねもう農水省自身も通知を出してますけども、はい、TPP のような自由貿易協定が妥結すれば、うん、日本の自給率は今よりもさらに必ず下がるんですね。うん、それだけは絶対に下がる。はあ、それは国さえも認めている。そうです、ね、なのに国がそれを推進してるんですね。そうなんです。だから非常におかしな話なんですね。うん、でこの間面白い調査がありましてですね、内閣府が2月の21日に出したんですけども、はい、食料の供給に関する特別世論調査というんですが、うん、これで日本の食料供給について聞いてるんですが、はい、83% の人がね不安があると答えてるんですよ。うん、でかつですねその食料自給率の向上が必要だと答えた人がどのぐらいいると思われます。うん、やっぱり 70% ぐらいの方は思われるんじゃないですか。いやこれがですね、すごくて 96%。 あ、そんなに、ほぼ全員。そうなんです。だからこれは消費者の私たちが考えなきゃいけないんですが、うん、その食料不安だし、それから食料自給率を上げた方がいいと、うん、多くの人が思っているわけですね。はい、でも一方で外国産の安い食べ物が入ってくればそれでいいじゃないかという人も多いと。ただこれ自体矛盾するんですね。で食料、だけどそのつながりの関連性がちゃんとなかなか伝えられてませんし、うん、そうなんです ね、 そういう説明もなかなか国からされてません。 TPP との関係においてはね、うんうん、だからわからないという方も多いと思いますし、わからないで言うとよくその私たちの医療保険ですよね、はいはい、日本の保険というのは素晴らしいもんだなんて言われますけど、これが TPP で皆さんが入っているこの国民皆保険っていうものが潰れるっていう話もあれば、こんな潰れることはないやなっていう人もいるでしょう。はいはい、それは賛否両論でありますね。どうなんですか。はい、そもそも TPP 自体があらゆるものを貿易の対象とする、売り買いの対象とするっていう時点で、うん、
これ保険サービスなんかも当然適用されていくんですね。はい、はい、ただ政府の説明だと皆保険は崩れないとかですね、いろいろ言われてますので、私自身はTPP が妥結したからといってですね、じゃあすぐ例えば翌年とかですね1年後2年後ぐらいに、全部なくなるってことはないと思っています、はい、なぜならばいろんな国内の法律を変えていかなければこういうことっていうのはできませんので、はい、ただですね確実にアメリカ型のその医療だったり保険だったり、うん、そういった方向に舵を切ることだけは確実なんですね。アメリカの映画なんか見てるとね、病院にこう緊急で駆け込んでも、あなた保険は何ですかとか聞かれて、うん、いやそれ入れてませんって言ったら、じゃあ手術できませんなんて言って追い返されたりとかって見ますよね。はい、そうですね、民間の自分の個人の保険をかけないと医療が安心して受けられないっていうのが今のアメリカなんでしょうね、はい、そうですね、もう虫歯一本治すのに何十万円かかったりですね、うん、ちょっとした手術をして入院するのにはもう家を売ってからじゃないと、うん、お金がないと、そういう状態ですね。そういう方にじわじわと日本が向かっていくっていう恐れを感じてらっしゃるわけですか。はい、そうですね、恐れというかこれはおそらく実際起こりうることだというふうに思っています。というのはですね、TPP の前から、はい、アメリカ の, 製薬会社だとか保険会社っていうのはもうずっとその日本を市場にすると、うん、したいということは言い続けてきていて、うん、で、しかし日本にはいろんな規制がありますから、はい、それが邪魔だということで、まあ、取っ払えということを言ってきたわけです、ね、アメリカの製薬会社がこの TPP にはものすごい積極的を聞くんですけどね、はいはい、アメリカの製薬会社って日本に対して何を狙ってるんですか。一つはですね、はい、まあ、薬を今でも相当売ってますけれども、うん、まあ、今以上に売っていきたいということですね、うん、はい、まあ、それから日本に限らずですけども、ジェネリック薬といってですね、これは安い値段でほぼ効能が同じ薬が世界的に作られてますけれども、新しい薬が開発されて特許の期間がある程度過ぎたらもう後発で出していいですよっていうので、お安くなるんですよね、薬が、はいはい、もうすでに私たちも使っていますけれども、はい、でこれ製薬企業にとっては、うん、ジェネリック薬っていうのは頭の痛い存在でですね、うん、自分の薬が売れなくなるので、できるだけその、薬を新しく作っていい期間を、特許期間を 長くしたいわけですね。はい、まあ、そこの攻防が今交渉の中でも続いていると。でもジェネリックの薬が使えなくなったら、ね、患者にとったら、うん、高いお薬代になっちゃいますよね。そうですね、今回ベトナムとかアジアの諸国からもこの特許期間の問題はかなりアメリカに強い要求が出てるみたいですね、はい、そうですね、もうずっとこれはマレーシアやベトナムのような国はアメリカと戦ってきてまして、うん、はい、というのはエイズの患者さんをベトナム、マレーシア抱えてますので、そうした方にとってはジェネリック薬っていうのはもう、こう命をつなぐ絶対に必要なものなんですね、うん、でその値段がもう1ドル上がったところ上がってもですね、もう家計に直結しますから、うん、生きていけないという非常に切迫した問題なんですね、うんうん、命の問題っていうお知らせ、そこですね。そうですね、はい、アメリカの保険業界もとてもこの TPP で攻勢に出てるって聞きますけど、保険は何を狙ってるんですか。はい、これもですね、うん、まあ、一人でも多くの日本の人から保険に 入ってもらいたいということで、すでに去年の7月に、アフラックという会社がですね、日本の郵便局で全国2万箇所あるんですけども、そこでがん保険を販売できるように業務提携が結ばれましたよね。うん、はい、ですからこういう形でもうすでにどん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 市場参入をしてきているわけですけども、ただ最終的に漢方とか共済の分野ですね、はい、これまあ日本がこう誇るべき制度だと共済なんかは思いますけども、うん、まあ、こういったものを切り崩して、自分のところの保険にどんどん入ってほしいということが企業側の目論見ですね、うん、
はい、そうした変化が起きた時にね、はい、結局私らの皆さんの生活、うん、暮らしがどうなるのか、はい、全体としてどうなんでしょう。まあ、言ってしまえばですね、海外の企業、まあ、アメリカを含めて大企業っていうのは基本的に利益をその地域経済に落とすとかですね、うん、それから住民の人たちにとって何か役に立つようにとかですね、まあ、そういうことはもはや考えていないので考えていない企業は、はい、だから、まあ、大きな、なんて言うんでしょう、スーパーマーケットとかですね、まあ、そういったものもそうかと思いますけども、うん、ドーンと作ってですね、利益は全部その自分の国の本社に持って帰ると吸い上げられてしまうということなので、多少の雇用はそこの地域地域で生まれたとしてもですね、うん、まあ、儲からなくなればすぐに引き上げちゃったりするわけですから、私たちにとってはなんか利益だけを取られていくというような存在になっていくと思います、うん、生活者としてはしんどいことがほとんどだと思った方がいいんですか。そうですね、だからもう私たちは単に消費者でしかいることができなくて、うん、その主権者であったりですね、いろんな権利を持っている労働者であったり、まあ、いろんな側面があるわけですけども、そうした権利性みたいなものがどん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 弱められていくわけですね。うん、でもこうした中身がね、うん、本当伝わらなくてスケジュールの話ばっかり聞こえてくるんですよ。そうですね、まあ、国民が不安に思ったのは、ね、要するに、自分たちの生活にとって何がこうメリットあるのかと、これが見えないですよね、はいはい、うん、そうですね、うん、だから交渉も例えば日本側の政府の何をこう勝ち取ろうとしているのかということをきちんと戦略は見えないですよね。そうですね、うん、これはもう日本政府は参加した時から一貫してそうで、うん、そもそも勝ち取ってくるものって大してないって私は思ってるんですね、うん、そうですね、だから最初からその守りますということしか言ってないわけですね、うん、もう詰められるだけですね。でもそうなんですね、でもちろん日本の一部の企業は TPP のような貿易協定によって多少の利益は得ると思っています、うん、海外に進出をどんどんしていけるような企業だったり、うん、海外に生産拠点を作って、商品を作れるような、まあ、一部の大企業ですよね、うん、例えば自動車はどんどん売りやすくなるんじゃないんですか。はい、普通そう思うんですが、アメリカはわがままな国なので、うん、他の国には関税を下げろ下げろ撤廃しろと言っておきながら、自分の国のその自動車の市場というのは絶対に日本に入ってきてもらいたくないので、去年の4月の段階ですでに関税を下げるというのはもうほとんどないというような状態で話を受けられて、突き上げてるんですね、アメリカの自動車業界がアメリカ政府突き上げて、絶対この分野はもう妥協をバンさんはしないというような姿勢が見えますよね、はい、そうですね、うん、今の日本の旨味はどこにあるんですか。そうなんです、うん、ないんです、うん、だからこれを貸し取ってきますということも明確に言えない状態ですね、うん、今ねなんか日本とアメリカが丁々発止やってるような感じじゃないですか、伝わってくるのは、はいはいはい、実際交渉現場ではどうなんですか。実際にですね、アメリカが相当に、まあ、急いでいるということ。なんで急いでるんですか。これはこの秋に大統領の中間選挙がありますから、まあ、なんとかオバマ大統領としてはこれで TPP を妥結しましたという成果をアピールしたいわけですね、はい、でそれに間に合うようには、まあ、この春とか、うん、夏がギリギリというふうに言われてますけれども、うん、なんとかまとめたいで、かつですね急ぎたい、かつ妥協はしないというですね、うん、両方とも主張しているので、うん、これまとまるはずがないという状況になっているんですね。内田さん、まあ、選挙が近づくとその国内 の、はい、まあ、その保護貿易派というんですか、そういう声が産業界を守ろうという声が高まってきてですね、はい、なかなか政府が思う通りの交渉できないと、はい、オバマさんは今回その通商一括交渉権というのを与えられてないですよね。はい、はい、まだ与えられてないですね。だから今回のこう頓挫している理由の一つは、まあ、そこにあるんじゃないかと言われてますよね。はいはい、そのことも大きいと思いますね。オバマさんも議会から突き上げ食らってるんですか。
そうですそうです。あのアメリカの国内でも反対の意見は、まあ、市民なんかからも非常に強くなってきてますし、まあ、いろんな業界団体それぞれあの自分たちの利益のためにあの主張してますから、ほとんど身動き取れないという状態になってまして、でかつその貿易の権限というのは今大統領が持っていないの で、であの他の参加国もですね、いやそんなんだったらここで決めてもしょうがないよねっていうようなことで、あのどん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 その交渉する意欲っていうのが下がってきてるんですね。あのラジオネーム小塚太郎さんというリスナーの方が、内田さんに質問ですってくださったんです。オバマ大統領が4月ですか日本に行ってありますよね、はい、1泊2日で、その時はTPP で合意するように脅しに来るんですかねって安倍さんがイエスと言ってしまわないか心配ですとおっしゃっておりますが、うん、どうでしょう。はい、まさにそこはまあ一つの分かりやすいあのステージになるとは思ってますけども、まあ、むしろですね、この3月4月オバマが来る前ですね、までに、事務レベルでの交渉というのはどんどん進んでいきますので、プロセスとしてはそこが一番重要なんですね。3月4月が一番重要、はい。でオバマが来てじゃあねっていうふうにこうあの最後分かりやすく見せることはするかもしれませんけども、どっちかというと3月4月に今まで決まってなかったことを交渉し続けますから、そこでこう妥結っていうふうになってしまうと一番あの危険な流れになると思うんです。ただね、その流れも全部秘密でしょ、そうなんです、これ妥結するまで。はい、で実際に交渉現場ではあの、どんな感じなんですか。ですね、去年の8月以降すべての国のすべての交渉官が集まるいわゆるラウンドって言われる交渉会合は開かれてないんですね、これ自体大問題なんですけれども、つまり手間暇がかかってしまう、お金もかかるわけですね、そういう大きな会議を開いていると、なのでもうアメリカは早く妥結をしたいためにもうそんな面倒くさい交渉はやめて、首席交渉官だけの会合であったり、あるいは各分野の担当者だけがちょこちょこっと集まる交渉だったり、あるいは閣僚会合だったりというのを、開いてきたんですけども、まあ、それでも決まらないと。いろいろこう TPP に反対するような市民の方たちもいると聞くんですが、はい、ですかね、ラウンドが開かれている間というのは、つまり昨年の夏までですねは、NGO もかなり行ってましたし、いろんなステークホルダーと呼ばれる企業や団体も来てましたし、みんな関係者が言って言いたいことを言って反対もあるわけです ね、 そうですね。でもラウンド開かれなくなったら反対しに行く場がないですやん。そうなんです、ほとんどそれは直前にしか日程も場所も決まらないし、情報自体が非常にさらにさらに見えなくなってきているので、もともと秘密交渉だったものがさらに秘密になっていると、ただもちろん今回のシンガポールなんかは私たちの仲間の国際 NGO も数名行ってますし、日本からも業界団体の方々行ってますけれども、なかなかその情報がもう出てこないという局面になっています。ます見えにくくなっているということですけど、結局 TPP ってね、私らにとって得がないならね、なんでやってはんねんっていう、そもそも誰がそれで得をするんですか、どうなんでしょう。全くそう思いますよね、でとても単純化して言えばですね、アメリカを中心とする多国籍大企業が儲けるための、ツールなんですね。多国籍企業、はい、これはいろんな業種がありますけども、私もシンガポールなどで実際に企業がたくさん来ているのを目の当たりにしましたけども、製薬会社はもちろんそうですし、それから通信とか情報関係ですねとか、アメリカの農業団体、それからモンサントのような食物メジャーだったりですね、いろんな私たちがよく知っているような企業がどん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 来ているわけですね。でそれはなぜ来ているかというと TPP によって利益を上げられるからということで来ているわけです。
でもいわゆるそうした企業が、まあ、儲かればですよ、そこに働く人たちの賃金が上がって、はい、引いてはみんなの賃金も上がるというね、はい、そういうシナリオはどうなんでしょう。 そっちに行けばいいかなと思うんですけど。そうですね、でもともとそのことは目指されていてですね、まあ、この20年30年ぐらいの間、まあ、自由貿易というものが世界に広がってきたわけですが、じゃあ実際どうだったのかと考えてみればですね、全然私たち一人一人庶民にはですね、お金が回ってきてないじゃんという結果しか出てこないわけですね。ないですね。はい。例えばですね、賃金の問題だけで言っても、はい、日本の最低賃金というのは1997年が最高で、うん、それ以降はずっと下がり続けてるんですね。そうですね。ごめん、最低賃金じゃなくて所得ですね。所得ですね。はいはい。一方、企業は利益を上げてきているんですが、はい、ただ株主に配当したり、内部留保しているだけですから、労働者のもとには還元されていないと。それは TPP 妥結しても、その流れはもう変わらないってことですか？そうですね。だから、自由貿易というものが、必ずしもその全ての人にとって、恩恵があるものではないということがすでに30年ほどの経験で立証されているんですね。世界的に、まあ、国内産業の空洞化というものをやっぱり競争が激しくなればなるほど招きがちですよね。そうですね、はい、内田さん、そしたらね、はい、これから TPP ってどうなっていくと見てはりますか？はい、これは情報が限られているので、確定的なことは言えませんけども、一つのシナリオとしてはですね、うん、このままその日本もアメリカも譲らずに延々と交渉が続いていくと。延々と交渉が続く漂流みたいなことですね。そうですね、まあ、新聞でも一部言われてますけれども、WTO のドーハラウンドっていうのがありまして、うん、これ交渉はやってはいるもののですね、ほとんど意味のない交渉を延々と繰り返して何も実行されないという状況になっているんですが、まあ、こうした形になっていくと。何も決まらないで交渉が続いた場合に、私たちが困ることってありますか？私たち一人一人の庶民にとっては何も変わらないということが言えると。あ、はい、まあ別に何も決まらないで続けてはってもいいかと。まあ税金の無駄遣いっていうのはありますけど。確かにそれはありますよね。ただ一部の、はい、TPP によって金儲けをしたいと思っている大企業だったり、投資家だったり、はい、そうした人たちはもうとにかく決めろと、うん、早く実行してくれというプレッシャーを今もかけてますし、うん、これからもガンガンかけてくるとは思っています。つまり各国の財界が後押しする形で決めろ決めろという声があると。そうですね。でそれで、はい、じゃあやっぱり決めようというような動きになってきたときはどういうシナリオがありえますか？はい、これはまあ、いろんな国がいろんな主張してますが、一つのポイントはやはり日本とアメリカの関税交渉だと思うんですね。はい、はい、ですから、まあ、今のところお互い一歩も譲ってないという状況ですが、これおそらく可能性としては日本が譲歩するという形で、うん、決まる。そうすると、まあ、他の分野にも一気に交渉が加速化して全体が合意してしまうというのが、まあ、私からすれば最悪のシナリオですけれども。だって日本は守るべきものは守るで、はい、国益にそぐわないんだったら撤退するって安倍さんおっしゃってましたやんか。はい、この間の選挙の時にもそれを公約に掲げて、当選たくさん議員がしましたが、うん、まあ、嘘をつく形で交渉に入ってしまったわけですね。だからそもそも政府も非常に今困っている状態だと私は思っていて、うん、国内的には嘘をつくなと突き上げられ、うん、じゃあ一方アメリカのところに行ってみれば、関税撤廃しろと強力に言われていてですね、うん、困っているという状況ですね。ただこれなんとかその国内の、まあ、農業の分野の人たちを納得させてですね、決めてしまうというのが可能性としてはあり得るんですね。でも日本はじゃあもう撤退しますと、もうやめたっていう選択肢はないんですか？はい、もちろんありまして、こんなにその決まらないですし、まあ、そもそも関税はゼロにしろと
いうのは TPP の原則ですから、まあ、こうなることはある種分かっていたと。はい、もともとね。だからやっぱ読みが甘かったわけですから、もうあのすいません抜けますと言ってですね、あの抜けてしまった方が私は日本にとってはいいと思っているんですね。実際にはあり得ると思います？いやー、なかなか難しいと思いますが、一部あのもうこんなことなら抜けることも考えた方がいいという声が交渉官から出ているという報道もあったんですね。はい、だからまあぜひそれは検討していただきたいというふうに思いますが、可能性は低いと思います。はい、さあ、日本政府はどういう道を選ぶのかですね。今日はですね、NPO 法人アジア太平洋資料センター事務局長の内田翔子さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。報道するラジオ、今日の特集テーマはメディアが伝えない TPP の話です。今度はですね、東京報道で国会の動きを取材しております神崎智弘記者に話を聞きます。神崎さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。TPP について、まあ、あの交渉の現場ではどうなのかというのを今までお話を聞いてきたんですけど、今度は神崎さんに、はい、その国内の動き、国会がどうなってるのかを話してほしいんですね。はい、永田町ではこの TPP についてはどれぐらいわちゃわちゃやっているんですか？あの、私もいろいろ取材をしてみたんですが、おおむね永田町での反応は、まあ、静かというか、あまりその強い反応が出てこないんですよね。例えばその NHK の会長の話であるとか、まあ、集団的自衛権というテーマに比べればあまり大きな話題になってないと。で、昨日も予算委員会で、衆議院の予算委員会でその TPP やエネルギーに関する集中審議というのが行われたんですが、エネルギーの方はまあ割と話題もあったんですが、 TPP に関しての質疑は、まあ、今朝の新聞全国紙では多分どこも取り上げてなかったと思うんですよね。なんでこうなるんですかね。まあ、そもそもこれ秘密交渉なので、はい、国会議員も今どういう状況なのかよく分かってない、ね、議員も分かってない。はい、もう新聞を見てそれこそ内容を確認しているような状態ですから。私らと変わりないんですね。そうですね、はあ、あの自民党の中では例えばその交渉に当たった議員の報告会みたいなのも開かれてるんですが、まあ、報告といっても結局詳しい内容は喋っちゃいけないということですから、あの、はあ、議論にならないですよね、あまり。はあはあ、だけどそもそも反対やっていう国会にもいるんでしょ。そうですね、ただもう一つそこなんですが、本気で反対しようという議員はほとんどいないんですよね。ほう、ということは、まあ、野党、まず野党第一党は民主党なんですけども、まあ、民主党なんかは特にその、まあ、今日行われた来年の予算案の採決というのもあったんですが、まあ、審議時間が足りないから抗議して退席するみたいなことを言いながら、こう部屋には残ったままやいや言ってるみたいな、ちょっと中途半端な抵抗しかできていなくて、ね、出ていくと言いながら出ていきはしなかった。他の野党からもちょっと失笑されるような状況でして、特にまだこの民主党 TPP に関しては自らがこう交渉参加をそもそも決めた張本人、野田総理の時ですね。菅さんが、菅さんがそもそも菅さんが平成の改革と言ったんですね。なのでこう反対と言ってもこうなかなか響かないですよね。で、他の野党、維新の会とかみんなの党はそもそも TPP に賛成という立場ですから、となると反対をするというのはもう共産党、社民党、あるいは生活の党なんか本当に、まあ、議員数でいうとわずかな人たちですよね。なのでなかなか反対論が盛り上がるという環境にはないのが現状です。でも自民党の中にはそれこそこう、ね、農業族と言われるような人たちもいるんじゃないんですか。まあ、自民党なんかその JA ですね、農協と一緒にその集会みたいなものを開いて、その重要5品目を守れというふうなことはしているんですが、こうなかなか自民党全体に広がっているという感じではないと。で、一方でこれ、かといって積極的にこう、なんとしても TPP をやらないといけないという議員さんもほとんどいないんですよね。だからほとんどの議員はちょっと本当に様子見をしているという感じですかね。様子見ですか。はい、はあ、交渉の、ま、見通しどうなるかみたいな話を聞くと、これは、ま、参加するべきだと言っている議員も、いや、だいぶ厳しくなってきたんじゃないかということを話しています。
いわゆる賛成派の中にも、まあ、先行きを不安に思っている人が多いようですね。で、まあ、反対派はもちろんやめるべきだという意見なんですが、まあ、大方の反応としてはその、まあ、アメリカがこれだけ譲歩しないなら無理して進めなくてもいいんじゃないと、流せばいいんじゃないみたいなことをよく聞きますが、まあ、そういうムードが広がっているようですね。だけどなんか安倍さんはいやもう最終局面ですみたいなことをおっしゃってるじゃないですか。はい、はい、そう、永田町全体では様子見なんですが、実は交渉にあたる政府あるいは安倍さん、その周辺なんかからはすごい強気の発言が目立つような状態で、まあ、政府のある高官はその報道陣とのオフレコ取材の場で、いや何月とは言わんけども必ず収まると思うというふうに言っていました。それはアメリカが譲歩してくるか日本が譲歩するかっていうんでしょ、はい、ところがアメリカが譲歩する気配は今のところないわけですから、結局日本が妥協することじゃないんですかというふうにこれ記者がその時も聞いたんですが、いや直接それには答えずに、いや日本のいない TPP なんてありえないんだと、まあ、とにかくアメリカはどうなんでしょう、折れてくるという意味なんでしょうかね、こうすごく強気でしたね。あ、そうですか。日本が折れるとは言うことはもちろん言わないけれども、はい、でもまとまるんだっていうそこの謎ですよね。そうですね、この政府だけが強気という状態で、まあ、例えば外務省の人なんか官僚に話を聞くと、すごくそのオバマ大統領がやってきますね、4月に。ね、その時に安倍さんがこう直接首脳会談で圧力をかけられて、押し切られるんじゃないかという不安が出てるようなんですね。はい、でこれもその政府の高官に聞くと、いや、そんなことはないと。まあ、そりゃそう言うでしょう、そんなことありますとは言われんでしょう。そうですね、こう聞くと、まあ政府の中ではそのまあアメリカ以外の国、例えばオーストラリアとかそういうところをこうまあ味方につけるような形で一緒になってアメリカにプレッシャーをかけるというまあシナリオが検討されているようなんですけども、そんなうまくいくんですか、オーストラリアなんかを味方にしてアメリカと対抗するというプランはあるようですね。はい、まあ、プランですからね。そうですね、これからどうなるかなんですね。はい、はあはあ、ただね、アメリカとの関係って別の面でだいぶ今厳しいですやんか。そうですね、はい、この TPP の先行きっていうのはこう政府とかまあ官邸の中の人だけが楽観的で、まあ、それ以外ではなんとなくうまくいかないんじゃないかと思ってる人が大半なんですが、この構図は実は日米関係そのものの先行きに関する見方と一緒なんですよね。はい、安倍さんとか、まあ、官房長官の菅さんなんかはすごく日米関係は良好だと、アメリカとは信頼関係があるんだということをことあるごとに強調するんですが、他の人に聞くと、いやそうじゃないんじゃないのという人がすごく増えてきているんです。増えてきてますか。はい、であるそのアメリカで行われた世論調査があって、これは日本の外務省がやったものなんですが、アジアにおけるアメリカのパートナーはどこの国でしょうという世論調査があったんですね。アメリカの人に聞いたわけですね。アメリカの人に聞いた。アメリカのパートナーはアジアではどこですかと。はい、はい、でかつてはこう日本がほとんどだったんです。かつて 79% が日本だっていう時もあったんですが、そうでしょうね、最近の調査ではこれおよそ 40% まで減ってるんですね。それほとんど79から40ったら半分ですよ。半分ですよね。じゃあその分どこが増えてるかというと、これ中国なんです。実は最新の調査では中国が 54% まで増えてるんです。日本よりもアメリカ、日本よりも中国の方がアメリカのパートナーとしてふさわしいって考えてる人が増えてるっていうことですか。そういうことね。もう半分以上がいや中国だというふうに言ってるわけですよね、日本じゃないと。いや私それとても意外ですわ、平野さん。ああ、これはだけど安倍政権が自ら招いた結果でもありますよね。靖国参拝とかね、アメリカ その戦後世界秩序をこうひっくり返すようなことを次々やってますよね。まあ、それが影響してるんじゃないですか。これは外交評論家の岡本幸男さんという方がある勉強会で指摘したんですが、はい、そもそもやっぱりそもそもは経済なんですね。まず経済もある、はい、日本経済が少しずつ弱っていく一方で、中国が爆発的に拡大しているわけですよね、経済規模が、はい、で中国自身がこれからはアメリカと中国の2人で世界を回していくんだみたいなことを言い出して、アメリカの経済っていうのは実はもう中国抜きにはやっていけない状態ですから、こうアメリカがそれに乗っかっていると、はい、そういうタイミングで安倍さんが総理になって、うん、そのいわゆる歴史認識問題なんかが出てきたわけですよね。はい、
特に中国ではなく韓国も今慰安婦問題なんかに絡めてものすごい日本に対するネガティブキャンペーンを仕掛けてますから、こう中国と韓国が一緒になって日本はひどい国だということを世界中でアピールしてるわけですよね。そういう日本にとってすごく厳しいタイミングに安倍さんが靖国参拝をしてしまったということなんですよね。これやっぱり外国の方から見れば日本の安倍総理はすごく軍国主義なんじゃないかと、アメリカ反米なんじゃないかという疑いが出てきてしまっていると。でさらに言うとこれは、ま、安倍さんとは直接関係ないんですが、日本に来たキャロライン・ケネディ大使がいらっしゃるんですが、これツイッターでそのイルカ漁に反対するっていう発信をしたんですよね。でイルカの追い込み漁に反対すると、これシーシェパードなんかが反対だと言ってるやつですが、でこれをそのアメリカのテレビ局 CNN とかが特集したことで、こう普通のアメリカの市民の間でもこの歴史問題と、まあ、合わさるような形で日本人は野蛮だと、そういうイメージがこう急速に広がってるというんですね。そうなんですか。はい、これは岡本さんの指摘なんですが、つまりこのやっぱり靖国参拝はそういう意味でも、まあ、最悪のタイミングだったという話になってるようなんですね。で話を、まあ、TPP に戻しますと、つまりそのアメリカにとってはそもそも日本がパートナーじゃないんじゃないかというムードが広まっていると。急速に広まってるってことですね。日本がパートナーじゃない、 そうですね、はい、それより中国だって話になってきてるんですね。そういう状況の中で果たして交渉の中で日本に気を使って譲歩してくれるだろうかという話になるわけです、ね。ですね、こんな話がなくったってどうかと思うのに、もう輪をかけてこんな状況になってきて、はい、それでアメリカが譲歩するかっていう話ですね。そうですね、日本政府の方はこう TPP は、まあ、最大の成長戦略だみたいな言い方をしてるんですが、それはひょっとすると、まあ、片思いじゃないかということですよね。日本からアメリカへの片思いね、はい。そうであればこうやっぱり最後には日本だけが妥協を迫られると、一方的に譲歩させられるという危険性はやっぱりあるんだろうなと思います。何としても妥結をってなった時に、じゃあどこが妥協するのかっていう話が、はい、まあ、だんだんこう見えてきてしまうんですけども ね、 そうですね。今日は TPP についてね、はい、永田町の様子を神崎さんに伝えてもらいましたけど、実は神崎さん東京報道でずっと3年近くですか、はい、国会取材をしてきてもらって、この報道するラジオでもずっと話を伝えてもらったんですが、はい、今度こっち大阪に人事異動で帰ってくるんですね。はいはい、来月から大阪本社に戻ることになりました。いや残念や、もうずっと追ってほしかったわ、そっちに、うん、帰ってこんでええねんけどな、はい、帰ってくんねんね。はい、これからは関西のニュースを取材することになりますので、引き続きできればこの番組でもリポートさせていただければと思っております。ほんまですか、はい、いやほんまにね、神崎さんがこう永田町で取材した3年というのは、はい、激動でしたでしょう。政権が大きく変わって、はい、私が赴任した当時は民主党政権で、ちょうど総理が菅さんから野田さんに変わった頃だったんですよね。でその後民主党から小沢グループが離れて分裂したと、あ、そうか。でそのまま12月、その年の12月に衆議院選挙があって政権交代があったんですよね。はい、自民党へと政権が変わって安倍総理が誕生したと。そして去年7月には参議院選挙があって、もう一度自民党が勝って衆参のねじれがなくなったと。あ、やっぱりそのそうか、だからあれですね、うん、自民党が野党だった時代で、はい、震災があったその、はい、お年の夏からの動きをずっと神崎さん見てきたっていうことですから、はいはい、あ、そうか、大きく変わりましたよね。そして今やねじれもなくって、まあ、安倍政権がどんどんとね、ご自分のやりたいことを安倍さんが出してくるっていう状況になってきたわけですよね、はい、やっぱり永田町の雰囲気というのはすごくもう一変しましたね、うん、一変しましたか、はい、民主党政権の時は、まあ、物事が決まるのにすごくやっぱり時間がかかってたと、うん、これはやっぱ参議院では野党の自民党が強かったですし、はい、民主党は党内にも反対派を抱えてましたから、はい、まあ、例えば TPP であるとか消費税であるとか、そういうテーマごとにこう何日も徹夜をして議論するような状態が、続いていたんですが、よく神崎さん徹夜で寝てませんでしたもんね民主党政権の時ね
まあ、これがところが安倍政権になってからはもう以前では考えられないほど法案が通るペースが早いですよね。こんなにあっさりしてていいのかなと感じることが、はい、すごく増えました。でまた与党の自民党の中からすごく異論が出てこないですよね。安倍さんの言う通りみたいなことで、まあ、よく言えば一枚岩なんですけども、まあ、やっぱり多様性がないと、なのでその話の進め方が、まあ、本来いろんな道筋があってその中からどれにしましょうっていうことだと思うんですが、今はもうその安倍さんが進みたい方向が唯一の選択肢で、それに賛成か反対かみたいなことがずっと続いてるんですよね。でこれはその、まあ、他の道筋を示せてない野党の責任も大きいと思うんですが、まあ、例えばその私がずっと注目して見てた点で言うと、まあ、地方分権の話なんかがあるんですが、これ、はいはい、民主党時代にはようやく少し進み始めたかなと思ってたのが、もう自民党政権に変わって一気にしぼんでしまったと、ますますこう東京というか中央の力が強くなって一極集中が進んでいってしまうんじゃないかなというふうに今は感じていますね。まあ、維新の会なんかは本来その地方から声を上げるということでこう躍進したはずなんですけども、結局その橋本さんの、まあ、それとは全く関係ない慰安婦の発言で、まあ、勢いを失ってしまったと。もっと言うとその東京オリンピックが成功したということで今わーっとなってますが、これもその地方から見ればその今後それで予算の使い道がどうなるんだろうということを考えると、地方にとってはひょっとすると万々歳という話ではないかもしれないですよね。いや本当そうですよね、はい、もっと復興予算に当ててよって、なんでオリンピックで東京をもっと、ね、お金使うんやみたいな見方もありますもんね。はい、だけどやっぱ3年間見てみるとやっぱり神崎さんの言うその議論が消えたというのは大問題でしょうね。そうですね、やっぱり国会取材して思うのは大事なのはやっぱり野党なんですよね、はい、野党がこうやっぱ説得力のある道筋を示せなければ、もうどんどんその国全体が一つの方向に染まってしまうというふうに感じます。なので、まあ、自分はこれからその関西で取材をすることになるんですが、関西はやっぱり東京とは違う声がありますから、はい、もしその本当にこのまま国全体が一つの方向に染まりつつあるんだとすれば、それとは違う道筋もあるんだと、まあ、こういうその違う選択肢もあるんだということを、ちゃんと示せるような仕事をしていきたいなと、そういうふうに考えてます。そうですね、東京でのいろんな経験を生かして、はい、またもう一つの道あるよというのを、はい、ぜひ私これからも神崎さんに伝えてもらいたいですけど、あ、リスナーの方からね、はい、神崎さんにメッセージが今入りましたよ。ありがとうございます。川の底からさんっていうラジオネームの方がですね、こうおっしゃっております、はい、神崎さん帰ってきちゃダメよって。私と一緒やねえ、そうですよ、帰ってきたらあかんよ。神崎さんのリポートは本当にわかりやすい、いつもメモしながら聞いてましたよと。ありがとうございます。言ってくれてはるじゃないですか。もう帰るのやめよう。嬉しいですね。だけどこんな風に言ってもらえたら。そうですね、はいはい、聞いていただいて本当にありがとうございます、ね。これからはじゃあ、まあ、違う立場で、大阪で、でこの方はこれから大阪に帰ったら橋本市長のこともまた伝えてくださいねなんていう風に言ってくださってますよ。はい、ね、はい、ぜひ取材したいと思います、はい、そうですね、はい、東京報道で3年間、伝えてくれました神崎智博記者でした。どうもご苦労様です。ご苦労様でした。ありがとうございました。